こちらがお客様用スリッパになります。こちらは楽天で購入しました。布以外のスリッパを探してたので、このしっかりした素材で結構履くと弾力感があってもちもちしてます。すごい履きやすいって好評のスリッパなので、もし少し色とかがくすんできてもこれをもう一度買いたいなと思ってます。色はアイボリーです。なんかたくさん色はありました。カラバリが可愛いですよね。次はこちらです。お客様にいただいたお花です。お花とかの水替えが苦手な人はこういう枝物だけ、これ雲柳って言うんですけど、こういうのだけ水を入れずに刺したり、まあ、水入れてあげた方が葉っぱとかこの茎の部分、枝の部分もグリーンっぽいくすんだ緑みたいな感じになるのでいいんですけど、水入れなくてもちょっと茶色っぽい感じの本当枝って感じが出ておしゃれです。やってみてください。次がこちらです。消毒のスタンドになります。このご時世なのでちょっと消毒は必要かなと思って準備しました。中身はイソップのハンドジェルを入れてます。でこちら全身鏡です。ここで写真撮ったり、まあ、部屋も鏡を置くことですごく広く見えるのでお気に入りですね。アーチ型の鏡を探していました。でこれが植物、観葉植物なんですけど、これはお祝いにもらいました。なんかちっちゃい観葉植物って結構枯らしたりしちゃうので、こんだけ大きかったら結構育てやすいみたい で今クリスマスシーズンなのでこういうのでちょっとデコレーション、イルミネーションつけてみました。これ欲しい。この辺は前の動画でちょっと紹介したんですけど、フライングタイガーで全部購入しました。このオーナメントが電池式になってて、ちょっとテープで留めてるんですけど、こうやってするとキラキラ光ります。かわいい。はい、じゃあ次はこの棚ですね。一番インスタグラムとかでもご質問いただけたものになってて、私も一番お気に入りのものになるんですけど、ジェルなど今は収納してる棚になりますね。これはネストっていうヴィンテージショップで購入しました。ちっちゃいんですけど、まあ、ちょっとサロンがそんな大きくないのでちっちゃめなんですけど、重厚感があって色が濃いめの木の素材ですね。ヴィンテージなのでちょっとこういう傷とかはあるんですけど全然いいなと思って、でまずじゃあ上に載せてるものたち、もう結構お祝いでもらったものを今載せています。かわいいです。このお花とかもいただいた花束の中にドライが混ざってたので、ちょっとブルーをこのブルーと合わせて置いてみました。でこれは名刺です。とパロサントをいつも朝炊いてます。まあ、夜帰る前にちょっと疲れた日は炊いて、ちょっとコーヒー飲んだりして帰ろうってしてる時もあります。マッチもデイジーさんのパロサントとマッチです。あとこれはマーシャルのスピーカーになります。全然音楽とかこういうスピーカーとかにこだわりなかったんですけど、やっぱり見た目が可愛いのと、まあ、実際使ったらすごい音もいいなって初心者でも分かりました。じゃあちょっとこの中を開けてみますね。ちょっと私も本当にガサツなんでそんなに綺麗とかではないんですけど、すいません。こんな感じです。中がこれ緑なんですよ。可愛くないですか。
あとここジェル、本当はジェルの収納にはする予定はなかったんですけど、ちょっといい棚がなくて買ってなくて、今ここに収納してます。この入れてる透明の容器はほぼすべて無印で購入しました。なんか前100均とかいろいろニトリとか、まあ、そういうとこで購入してたことも前のサロンの時はあったんですけど、やっぱりしっかりしてなんかそんなに買い替えたりせずに長く使えたのは無印かなと思って、ちょっとまあちょっとお高めですけど無印にしました。長い目で見て、でこんな感じで一応色で分けてます。こんな感じ、ここ青とかグリーン、ピンクシルクで、でここラメとかですね。まあ、ここら辺にもミラーとかオーロラパウダーとかいっぱい入れてます。ここに入らないものとかは、まあ、また他のちょっと収納のとこに入れてるんですけど、まあ、これ最近 B ゾーンのセールで買ったので、まあちょっとなんですけど物販で置こうかなと思ってます。一押しのオイル、もうこの冬は塗ってもらわないと結構乾燥がねするので、まあこんな感じですね。ちょっと私本当になんかこういう整理整頓とか全然得意じゃなくて、自分が本当に分かればいいやって感じなので、そんなに多分参考にはならない、本当にただ自分が使いやすい収納っていう形です。はい、じゃあ次はこちらのランプですね。このランプも割とすぐもうこれは絶対置きたいなっていうのがもう決まってたのですぐ買いました。これも楽天です。めっちゃ可愛いです。これを置くと本当におしゃれ感が出るし、お店に合ってますね。でこっちがネイル用のデスクになりますと椅子。お客様用の椅子はチェスカチェアを使ってます。これはね納期もこれも長かったですね。もともとお家に置いてたものを持ってきました。かわいいです。これに IKEA で買ったこのモコモコのやつを背中の背もたれと、お尻に敷く用の感じで買いました、まあ、見た目が可愛いのとちょっとなんかクッションだと厚みで過ぎちゃうかなと思ってこれにしました。可愛いですね、合ってますね。でこっちがこれも無印で買いました。荷物入れです。サイズいっぱいあるので見てみてください。おすすめです。かわいいインテリアを邪魔しない形になってます。あとこちらはサイドテーブルです。ここはお客様にドリンクをお出ししてるので、ここのコースターとして使ってます。でこれはこっちがと私が買ってきたフライングタイガーで買ったスノードームです。でこっちはお客様がくれました。なんかお祝いと一緒に入ってってめっちゃ癒されます。かわいい。ちょっとクリスマスまではここでお客様を癒してもらおうかなと思います。であとこのサイドテーブルはこれもちょっとお家からなんかいいのがなくてお家から持ってきたんですけど、ニトリで買いました。これもお値段以上可愛いです。可愛いけど変えたいです。早く可愛いのが見つかったら。今はこんな感じです。はい、こちらが私が座る椅子です。これはセブンビューティーで購入したと思います。でこれなんかちょっと骨盤調整ができる椅子、矯正、骨盤矯正できる椅子、ちょっと中がくぼんでいてなんか座りやすいですね。確かに
まあそんな感じ、そのくらいですけど。で、あとこの机はこういうナチュラルなウッド系のもので結構幅があってしっかりしてます。揺れたりもないですね。これはすごい良かったなと思います。で、この上に引いてるのがなんか透明のなんていうんですかね、これはフィルムを手芸屋さんで買ってカットしてもらって持ってきてここに置きました。なんかこの木が可愛いので、なんか上にあまりいろいろ乗せたくなくってこれを引いてっていう形にしました。やっぱり汚れるとすごくショックなので、この木とかに染み込んじゃうともう絶対嫌だなと思ってこれを敷きました。絶対引いた方がいいと思います。しかも安いので、もう多分1000円もしてないんで、もう汚れて、まあ、ゴシゴシも拭けますし綺麗にすぐなるので、だしもう古くなったらまたすぐ変えればいいので、これはめっちゃいいですね。あとなんか一応この間にこんなこうやって挟めたりするのもなんかいいなと思いました。かわいい。で、あとこの机なんかたまたまなんですけど、これ買った IKEA のもうよく見るコロコロ、みんな知ってますよね、このなんだろう、これはサイズが2つあって小さい方を購入しました。この机にこの IKEA の小さい方のこのこれキャスター付きのやつ買うと、もうシンデレラフィットです。もうぴったりぴったりです。ここ、これはすごい良かったですね。中に別に入れる予定とかもなくてあれだったんですけど、まあ、蓋あればなんかここにいろいろ施術中にジェル乗せたり、まあ、机とかあまりごちゃごちゃしない方がやりやすいので、なんかこういうのあった方がいいなと思って買ったんですけど、汚れたらねこれも別にまた新しいの買えるので。そしたらこれがもうたまたまのフィットしたので、こうやって収納もできるし、あとこの机も意外と幅があるんですよ。この幅があるので全然入れてても普通に邪魔にならないです、施術の時は。だからもしこの机をいいなって思ってくださる人がいるんだったら、これこの IKEA のこのワゴンはもうあった方がっていうか、まあ買ったらめちゃくちゃいいですよ、サイズ合ってるので。これは良かったです。これがお客様にもらった割としっかりした木とかお花、グリーンのアジサイ、なんかこの辺はちょっと鉢とかを変えたりして可愛くなんか台とかに乗せたいんですけど、ちょっとまだできてなくて、でもしたいです。可愛く全部可愛いです。この木は多分ゴムの木、めちゃくちゃ元気に生きてくれてます今のとこ。窓が大きいので窓にはすべてブラインドをつけました。なんか色とかいろいろ調べたり見たりしたんですけど、結局大きさとかもあってこれはニトリのものになります。お値段以上のニトリでした。4つかな、4つ買って1万円いってない、7000円ぐらいでした。問題なくいいですね。光がやっぱりブラインドだと光の入り方が可愛いですね。お家もブラインドにしたいです。あとフットの椅子は作ってなくて、今のところこの椅子に、フットの台を持ってきてそこで施術するような形にしてます。スペースがあるのでもしいい椅子が見つかったらちょっとゆったりめの椅子を買いたいなとは思ってます。こんな感じですかね。以上がルームツアーになります。なんかネイルをした後にここに鏡せっかくあるんで、こうやって写真撮ったりとか動画
なんか自撮りとかで撮ってもらっても可愛いので、あとみんな本当に可愛い方ばっかり、おしゃれ、みんなおしゃれなんで、ここで全然コーデとか洋服とか、洋服にやっぱネイルも合ってたりするので、よかったらここでお写真撮ってみてください。